あの竜巻、こいつの仕業か？邪魔してるぜ。貴様、ブラスティアを破壊しようって。おい、大丈夫か？なろう。あとは貴様だ。なーに、こっからだ。小僧ごとき下っ端どもで十分だ。なぶり殺しだ。飛ばしていきますか。やりや、本気出しちまったな。もう終わりか。身の程をして。あらら、便利な剣持ってんな。負けたのは剣のせいだと言いたいわけか。そりゃあんたがどう思うかだ。今は減らず口聞いてろ。後で惨めったらしい死を与えてやる。しばらくおとなしくしてろ。なんだよ。なあ、早く出してくれよ。えい、うっとうしいじじいだ。丸腰の年寄り相手に刃物抜くなよ。へっ。お前、もうやめとけ。女？クリティア族？怪我してないか？悪かったな。いいえ。だってバウル助けてくれたでしょ。バウル？ええ。私の友達。あの魔物か。なあ、あんたなんでブラスティア壊して回ってんだ？言いたくなきゃいいけど。聞いて感動できる美談ではないわよ。壊したいから壊してる。確かに。感動できる話じゃねえな。それでバルボスのブラスティアも壊したわけか。完全じゃなかったけど。これはいいのか？それは壊しても面白くないもの。ふん。な、もうちょい協力しないか？そうね。屋上のブラスティアも壊し損なったし。決まりだな。どうするの？まあ、手がないわけじゃないけど。なら、その手を使えばいいんじゃないかしら？できる人は手抜いちゃいけないと思うの。それじゃ、協力してほしいんだけど。きちんとエスコートしてね。ああ、いいぜ。美人相手に緊張すっけど。やりやがったな。静かにしろ。ざけんな。あなたがね。いい加減にしろ。もううんざり。こっちから願い下げだ。痛い目を見ないと。あなたは自由よ。おめでとう。ご協力ありがとうよ。あと一発は一発よ。の強くやりすぎたか。じゃあこれでおあいこね。有利だ。有利ローウェル。ジュディスよ。ジュディス。ジュディの方が言いやすいな。それでいいわ。じゃあ次行きましょう。次ってまあ屋上のブラスティアに行くか。そっちは場所がはっきりしてる。あなたは友達を待たせてるんじゃないかしら。ブラスティア優先で構わねえよ。じゃあ上ね。ん？どこから上がりゃいいんだ。重いわね。勝手にうろうろと。どっかの姫さんみたいだな。誰みたいって？いや、いいんだ。どっかに上への通路がある。探そうぜ。上へも行けないし外も出られねえみてえだな。どうした？私の槍はどこかしら。そういや武器ねえとこの先大変そうだよな。なんだ壊れたか。ソーサラーリング。この AR のせいか。意外とおしゃれさんなのね。こいつはおしゃれってのとは違くてさ。こうやって動いたわ。パワーアップしてんぞ。他のレバーもそれで動かせるんじゃないかしら。いや大丈夫か。使って爆発とかしねえだろうな。その時はその時。今はあのレバーにかけましょう。こんなちっこいもんが爆発してもたかが知れてるか。おっとあったあった俺の武器と。ないのか。傭兵の誰かが持って行ったのかしらね。かもな。その辺の武器適当に持ってったらどうだ。そうね。大切なもんなのか。一応はね。しょうがないわね。これでいいわ。いいのか。これ以上探してもこの部屋にはなさそうだし探しながら行くわ。そっか。じゃあ俺も気をつけとくとするか。ありがとう。あなた強いのね。もしかしてオーバーリミッツも使える？ああ、まあな。そう。じゃあ。なんだこれ。リミッツデュオ。陶器に呼応してより強力なオーバーリミッツを使うことができるの。へえ。あなたの陶器が本物ならね。んで強力なオーバーリミッツってどういうんだ？強力は強力よ。通常のオーバーリミッツの時より強い力が使えるの。なんかよくわかんねえけど。そう？戦っているうちにわかるんじゃない？へいへい。さあ先を急ぎましょう。お、やってるな。ユーリ。終わった。ちょっと離れろって。大丈夫ですか？怪我はしてません？なんともないって。心配しすぎ。お前らもおとなしくしてろって言ったのに。だってみんなユリのことが心配で。ちょっと、別に私は心配なんてしてないわよ。おっさんも心配で心配で。嘘つけ。っていうか、なんでおっさんまでわざわざ来てんだ。それが聞いてくれよ。ドンがバルボスなんぞに舐められちゃいけねえとか言い出して、いい迷惑よ。そもそもお前たちどこから入ってきてんだよ。しょうがないじゃん、表の扉が閉まってんだから。だからってな。誰だそのクリティアッコ。どこの姫様だ。おっさん食いつきすぎ。俺と一緒に捕まってたジュディス。こんにちは。僕カロル。エステリーゼって言います。僕らはエステルって呼んでるんだ。リタモルディオ。そして俺様はおっさんレイブン。レイブンね。そういう言い方する人って信用できない人多いよね。なんか納得いかないわ。ま、いいんじゃねえの。とりあえず愉快な人たち。なんだか好印象。バカっぽい。ジュディス、あなたはここへ何しに来てたんですか？私はブラスティを見に来たのよ。わざわざこんなところへ？どうして？私はふらふら研究の旅してたら捕まったんだとさ。ふん、研究熱心なクリティア人らしいわ。アクエブラスティアのコアは取り返せたんですか？残念ながらな。じゃあこの塔のどこかにあるのかな。うわっ！ぜ大丈夫かフレン。お前仮にも小隊長が何やってんだ一人で。人手が足りなくてね。それにどんな危険があるかもわからなかったし。衝突はもう大丈夫なんです。ドンが真相を伝えたので皆落ち着きを取り戻しました。もう衝突の心配はありません。ラゴーの身柄は部下が確保した。町の傭兵たちもユニオンが制圧した。あとはバルボスだけだ。危険ですからエステリーゼ様はユーリたちとここにいてください。一人で行くなんて危険です。私たちも一緒に行きます。いやそんな行けません。待てよ、こっちもバルボスには色々と因縁があるんだ。ここまで来て止まる気はねえ。それにどのみちエステルはお前を追いかけて行っちまうと思うぜ。ユーリ。わかった、なら一緒に行こう。時間もないし、その方がまだ安全だろう。話はまとまった。じゃあ行くわよ。あ、どうしたおっさん。ああ、いや、こんな立派な塔に住んでたら自慢できるだろうなと思ってね。ふん。ラピード行こうぜ。ついでにおっさんも。俺の方がついでかよ。いい年してかくれんぼ、ちょっと顔出してくれてもいいんじゃないの。若者が頑張ってんだ。ちっとは手貸してくれよ。もしその必要があればそうする。今は必要と感じない。またまた、あんたにも目的があるのはわかるけどさ。貴様の道化に付き合っている暇はない。ほんと、ひどいお言葉。人の世にも興味はない。あなたも槍使うのね。ってことは誰かあなたのお友達も使っているのかしら。そういうわけじゃないわ。ちょっと嫌なやつを思い出しただけ。それってもしかしてあの竜使い？まあね。そういえばちょっとあんた。あ？俺？そう。肝心のバカドラはどこ行ったの？屋上ではぐれてな。無事だとは思うけど。無事でいてくれないと殴れないじゃない。おいおい、それが目的でここまで来ちゃったの？あとあのバルボスってやつが許せないの。ブラスティアに無茶させてかわいそうじゃない。だからってそっちのお姫様まで連れてくるかね。こんな危険なところにさ。フレン、お前も止めなかったのかよ。すまない、ダングレストで入れ違いになったんだ。それで慌てて追いかけてきたってか。リタもフレンも悪くありません。自分から行くって言ったんです。ユーリ一人で行かせたままになんてできません。それに人々に害をなす悪人を放っておくわけにはいきません。そうよね、あなたいいこと言うわ。エステリーゼ様、カロル先生頼りにしてるぜ。貴重な戦力だからな。うん、もちろん。さあ、この調子で行こう。悪いけどあんたの素性を黙っといてくれねえか。うるさいのがいるんでね。分かってるわ。その方がお互い目的を果たしやすいものね。行き止まりですね。でもないわ。あれ見て、ほらはしごがある。でもあれじゃあ上行けないね。なんとかして下ろす方法があんじゃない？エアルが必要ね。エアルが？そう、この電動管にエアルを供給すれば動くかもしれない。どうやって？たまには自分で考えたら分かんないでしょ。あんた一度本気で殴らないと分かんないみたいね。待て、いつものは本気じゃないってこと？やめろって。とにかく何か方法探してみようぜ。止まってるよ。なるほどね。エアル供給の動力はこれか。こいつを動かせば階段を下ろすことができるのか。さあ、わかんないけどその可能性はあるわね。なんか歯車がうまく噛み合ってないせいで止まってるみたいだよ。ちょっと力を加えれば動くかも。ユーリ、手伝って。前にもこんなことありましたね、シャイコ水石で。ありゃ俺が手を貸してやったとしても動かねえだろうな。そういえばあれはどうかしら。あれ？ほらあれ、さっきエアルを吸収した。あれって何です？ああ、ソーサラーリングね。の下の方の階と同じみたいね。こいつでまた歯車を動かせってことか。こんな大層な仕掛けしてこいつら何守ってんだろうね。ギルドとしてのプライドだったりしてな。証拠りもなくまた来たか。待たせて悪いな。もしかしてあの剣にはまってる子はアクエブラスティアの？ああ、間違いない。棒わき前のバカどもがカフアノール、ダングレスト、ついにガスファロストまで。いまいましい小僧どもめ。バルバス、ここまでです。潔くバクにつきなさい。間もなく騎士団も来る。これ以上の抵抗は無駄だ。そう、もうあんた終わりよ。まだ終わりではない。10年の歳月を費やしたこの大牢閣、ガスファルストがあればわしの野望はついえぬ。あの男と帝国を利用して作り上げたこのブラスティアがあればな。あの男、町のコアをくだらねえことに使いやがって。くだらなくなどないわ。これでホワイトホースを消し、わしがギルドの頂点に立つ。ギルドの後は帝国だ。この力さえあれば世界はわしのものになるのだ。手始めにうせろ、ハエども。大丈夫かみんな。あの件はちょっとヤバいぜ。ヤバいっていうか、これ反則でしょう。圧倒的ね。ブラスティアとバカにしておったが使えるではないか。そんな。どうした小僧ども、口先だけか。まだまだ。お遊びはここまでだ。ダンクレストごと消した方がええわ。伏せろ。何？今も興味もなかったんじゃないの？あいついた。今はよそ見すんな。貧弱な形勢逆転だな。さかしい知恵とブラスティアで売る力などまがいものに過ぎんか。所詮最後に頼れるのは己の力のみだったな。さあ、お前ら剣を取れ。あちゃー、力に酔ってた分さっきまでの方が扱いやすかったのに。開き直ったバカほど扱いにくいものはないわね。ホワイトホースに並ぶつわもの、ゴーランのバルボスと呼ばれたわしの力と、わしが作り上げたブラッドアライアンスの力、とくと味わうがよい。しもべども、後悔してやれ。加減するな、行けしもべども。ここで白黒つけてやる。貴様らガキなんぞわしの前では知恵にも親しいわ。わしはいずれユニオンをぶっ潰し、そして世界を制覇する男だ。そりゃ素敵な夢だな。でも許すわけにはいかねえ。そんなバカな。もう起きてくんなよ。もう一つとどめ刺す？もう部下もいない。器が知れたな。部をわきまえないバカはあんたってことだ。うわっなるほど。どうやらそのようだ。ではおとなしく。これ以上無様を晒すつもりはない。有利とか言ったな。お前は若い頃のドン・ホワイトホースに似ている。そっくりだ。俺があんなじいさんになるってか。ぞっとしない話だな。ああ、貴様はいずれ世界に大きな敵を作る。あのドンのように。そして世界に食い潰される。悔やみ、嘆き、絶望した貴様がやってくるのを先に地獄で待つとしよう。コアが無事でよかったぜ。アクエブラスティアのコアってそんなに小さいものだったんですね。さて、コアも取り戻したし、これで一件落着だね。でもバルボスを捕まえることができませんでした。ええ、それだけが悔やまれます。何言ってんの、あんな悪人死んで。それにまだ一件落着には早いな。ああ、こいつがちゃんと動くかどうか確認しないと。ブラスティアのコアはそんなに簡単に壊れないわよ。ふーん、そうなんだ。知ってた、レイブン。またあのおっさんは本当に自分勝手ね。それをリタが言うんだ。人それぞれでいいんじゃない？ダングレストに帰ったんだろう。会いたきゃ会えるさ。僕も一足先に戻る。部下に仕事を押し付けたままだから。エステリーゼ様もどうか私とご一緒に。私もう少しみんなと一緒にいてはいけませんか？聞き分けのない姫さんの面倒はもう少しこっちで見てやるよ。その方がそっちも楽だろう。責任持ってダングレストには送り届けるから。分かった。その代わり絶対に間違いのないように頼む。寄り道もダメだ。いいね。分かった分かった。ではエステリーゼ様、ダングレストで。ありがとう、フレン。浮かない顔してどうかしましたか？いや、まだデデッキの野郎をぶん殴ってねえと思ってさ。ブラスティアのコアは戻ったんだからいいんじゃないの？そんなこそ泥なんて。ま、それもそうだな。どっかで会ったら絶対にぶん殴るけど、地獄で待ってるか。嫌なこと言うぜ。ほらほら、いい加減ダングレストに戻ろうよ。じゃあ私はここでお別れね。相棒のとこ戻るのか？相棒？誰です？それ。ここからは別行動。お互いの行動に干渉はなしね。そっか。じゃあな。ええ。も戻ってきたよ。私は無実です。これは評議会を通産とする騎士団の陰謀です。往生際悪いじいさん。フレンはここからじゃ見えないな。騎士団を信じてはいけません。彼らはあなたたちを安心させた上でこの町を潰そうとしているのです。我らは騎士団の名のもとにそのような不実なことをしないと誓います。あなたはフレンシーホー。帝国とユニオンの間に友好協定が結ばれることになりました。そんなバカな。今ドン・ホワイトホースとヨーデル様の間で話し合いが持たれています。正式な調印も時間の問題でしょう。どうしてアレクセイめは今別次で身動きが取れぬはず。確かに騎士団長はこちらの方に顔を出された後すぐに帝都に戻られました。では誰の指示で。まさかこんな若造に我が計画を潰されるとは。これでカプアノールの人々も圧政から解放されますね。次はまともな執政官がくれゃいいんだがな。いい人が選ばれるようにお城に戻ったら掛け合ってみます。お城にって、エステルデートへ帰っちゃうの？はい、ラゴンが捕まってもうお城の中も安全でしょうから。本当は帰りたくない。え？って顔してる。そんなことはないです。ま、好きにすりゃいいさ。自分で決めたんだろ。帰ります。これ以上フレンや他の方々を心配させないように。寂しくなるな、ラビド。ゆっくり寝かせろって。ラゴーがどうしたって。評議会の立場を利用して罪を軽くしたんだって。少し地位が低くなるだけで済まされるみたい。ひどいことしてたのに。面白くねえ冗談だな。冗談じゃなくて本当なんだよ。これが今の帝国のルールか。ったく本当に面白くねえ。どうしようユリ。さてな。ちゃんとした罰も受けないなんてこんなの絶対おかしいよ。そうだ、エステルに言えばなんとかなるかもしれない。おい、あんまお姫様に迷惑かけんじゃねえぞ。ったく何やってんだよフレン。あいつ駐屯地のテントにいるかな。ノックぐらいしたらどうだい？来るの分かってたろ。お前その格好。本日付で隊長に就任した。フレン隊の誕生か。また差つけられたな。そう思うなら騎士団に戻ってくればいい。ユリなら。俺の話はいいんだよ。隊長就任おめでとうさん。ありがとう。僕を祝うために来たわけじゃないだろ。ああ、ラゴーの件だな。ノール校の私物化、バルボスと結託しての反逆行為、加えて町の人々からの略奪、気に入らないという理由だけで部下にさえ手をかけた。殺した人々は魔物の餌か商品にして、死体を欲しがる人々に売り飛ばして金にした。けどね、これだけのことをしておいて罪に問われないなんて思っていた以上だった。評議会の権力は。隊長に昇進して少しは目的に近づいたつもりだった。だがラゴを一人裁けないのが僕の現実だ。終わったわけじゃないだろ。それを変えるためにもっと上に行くんだろ。そうだ。だがその間にも多くの人が苦しめられる。理不尽に。それを思うと。短気を起こしてラゴを殴ったりすんなよ。出世が水の泡だ。お前はラゴーより上に行け。そして。ああ、万人が等しく扱われる法秩序を築いてみせる。必ず。それでいい。俺も俺のやり方でやるさ。有利？法で裁けない悪党。お前ならどう裁く？まだ僕にはわからない。アレクセイがいないと思ってハメを外しすぎましたか。フレンシー法か。生意気な騎士の小僧め。この恨み忘れませんよ。評議会の力で必ず厳罰を下してやります。何？あなたは私に手を出す気ですか？私は評議会の人間ですよ。あなたなど簡単に潰せるのです。無事では すみませんよ。法や評議会がお前を許しても、俺はお前を許さねえ。あと少しでデイノースを。ラピード。ここでお別れなんてちょっと残念だな。今度お城に遊びに来てください。ガキンチョ、本当に行くわよ。え、行っちゃダメなの？はあ、バカっぽい。だって友好協定が結ばれたらギルドの人間もテイトに入りやすくなるでしょ。そうですね。姫様、そろそろ。ラゴーの件は私からもお願いしてみます。正当な処罰を下せるように。姫様、そのことなんですが。はい。ラゴー様は昨夜から行方不明なのです。詳しくはまだ分かりません。今も足取りを追っている途中なものでして。どういうことなの？ビビって逃げたかな。さて私も行こうかな。デアルクレーネってのをいろいろ調べて回りたいし、調査が済んだら私もデートに行くから。はい、楽しみにしてます。じゃあね。カロルはこれからどうするんです？僕はギルドをユーリと一緒に作りたいな。それいい考えだと思います。姫様、ごめんなさい、もう行きます。あ、ユーリ呼ばなくてもいいの？ええ、まだ休んでるみたいですし。そう、ではここで。うん、また会えるといいね。ユーリー、起きてる？エステルもリタも行っちゃった。そっか。今追えばまだ間に合うかもしれないよ。その気になりゃいつだって会えるさ。ユーリのバカ、もう知らない。言っても帰りづらくするだけだっての。なんだ、魔物か？ユーリー、カロル、ありゃなんだ、知ってっか？うん、僕もあんなの見たことないよ。降りてくるよ。行くぞカロル。あ、待て。なんてざまだよ。ユーリカ、頼む、エステリーゼ様を。ユーリ、あれ、ま、この目、こっちに来い。なぜ私たちを無視する？私が狙われてるの？騎士団長、どうしてここに？騎士団の精鋭がやむを得ないか。ヘラクレスで奴を仕留める。ノベル君待ちため、もう手は打った。冗談、エステルが食われるのを黙って見てられるか。忌まわしき世界の毒を消す。人の言葉を、あなたは。無事だな。あれはヘラクレス。ここにいちゃ危ないよ。俺はこのまま町を出て旅を続ける。テートに戻るってんならフレンのとこまで走れ。選ぶのはエステルだ。私はそう来なくっちゃな。ジュリス、危ないことしないで。お前がそれ言うな。心配ないわ。あなたたちは先に。さあ早く。あら、強引な子。あれ、帰ってくる。なんで待つんだ、ユーリ。それにエステリーゼ様も。面倒なのが来ちまったな。ごめんなさい、フレン。私やっぱり帝都には戻れません。学ばなければならないことがまだたくさんあります。それは帝都にお戻りになった上でも。帝都にはノール校で苦しむ人々の声は届きませんでした。自分から歩み寄らなければ何も得られない。それをこの旅で知りました。だから旅を続けます。エステリーゼ様。フレン、その子は下町に届けといてくれ。ユーリ、帝都にはしばらく戻れねえ。俺ギルド始めるわ。アンクスじいさんや下町のみんなによろしくな。ユーリ。ギルド、それが君の言っていた君のやり方か。ああ、腹は決めた。それは構わないが、エステリーゼ様は。頼んだぜユーリ。言うのが逆になっちまったけど、よろしくなカロル。うん。さあ、とっとと町を出ようぜ。うだうだしてると騎士どもが追っかけに来ちまうぞ。街を出なきゃわかるんだけど、正直ヘトヘトっていうか、なんでジュディスついてきてんの？雪がかり所、そういうことになったみたい。道連れが増えんのは構わねえけど、今もうちょっと頑張って踏ん張ろうぜ。どこまで踏ん張ればいいのかしら？ここから近いのはヘリオードか。とりあえずそこまでかな。街を出て少ししたら休憩します。それ賛成。へいへい。じゃ行きますか。そろそろ休憩しようよ。そうね、もう何もってこないようだし。どうしてわかるんです？勘かしら。勘？まあここなら大丈夫だ。とりあえず休もう。したらギルドのこともいろいろちゃんと決めようね。一休みしたいのはカロル先生だけどな。ギルドを作って何をするの？あなたたち。何をか。僕はギルドを大きくしたいな。それでどんの後を継いでダングレストを守るんだ。それが町を守り続けるドンへの恩返しになると思うんだ。立派な夢ですね。俺はまあボスについていくぜ。ボス？僕が？おう、お前が言い出しっぺなんだから。そうだよね。じゃあ何からしよっか。とりあえず落ち着け。うんなんだかギルドって楽しそうね。ジュディスもギルドに入ってはどうです？あら、いいのかしら、ご一緒させてもらっても。ギルドは掟を守ることが一番大事なんだ。その掟を破ると厳しい処罰を受ける。たとえそれが友達でも兄弟でも、それがギルドの誇りなんだ。だから掟に誓いを立てずには加入はできないんだよ。カロルのギルドの掟は何なんです？お互いに助け合う、ギルドのことを考えて行動する、人として正しい行動をする。それに背けばお仕置きだな。一人はギルドのために、ギルドは一人のために。義をもってことをなせ、不義には罰をってことですね。掟に反しない限りは個々の意思は尊重する。ユーリー、それだろボス。一人はギルドのために、ギルドは一人のため。うん、そう、それが僕たちの掟。今からは私の掟でもあるということね。そんな簡単に決めていいのか？ええ、気に入ったわ。一人はギルドのため、いいわね。じゃあ掟を守る誓いを立てるわ。私とあなたたちのために。あんたの相棒はどうすんだ？心配してくれてありがとう。でも平気よ、彼なら。相棒って？前に一緒に旅をしてた友達よ。へえ、そんな人がいたんだね。じゃあ今日から僕らがジュディスの相棒だね。よろしくお願いね。よろしく。私はまあとりあえず今日はもう休むか。そうだね、くたくたなの忘れてた。ユーリよ、寝ないのか？ええ、それよりどうかしました？いや、これからどうするつもりかと思ってな。そうですね、旅を続けられると思ってなかったし、考え中です。ユーリはギルド頑張るんですよね。ぼちぼちって言いたいところだけど、フレンにも格好をつけちまったしな。カロルも嬉しそうです。少し羨ましい。おっと、お姫様もギルドに入りたくなったか？入れてくださいって言ったら入れてくれます？ちゃんと考えて決めたんなら止めやしないぜ。そうですね、ちゃんと考えなきゃ。私もまあ考えすぎてもダメだけど私の決める。なんだ、寝てないのか？うん、ギルドの名前考えてたんだ。かっこいいの考えるよ。ああ、任せた。ユーリー。ん？よく考えたら僕らも掟に誓い立てずにギルド作っちゃってたね。まあさっきちゃんとしたからいいだろう。うん。ユーリー。なんだよ。あの掟誰かに聞いたりしないで自分で考えたの？もうなんかまずかったか？うん、僕も同じ掟を考えてたから。僕ユーリとギルド作れて本当嬉しいよ。なんだ気持ち悪いな。あっ、なんだよ。名前思いついた。勇気凛々胸いっぱいだ。カロル先生らしいな。じゃそれで行くか。うん。ご苦労様。何がだよ。根津の見張り番でしょ。そんなんじゃねえよ。素直じゃないのね。あんたもな。おかしいわね。自分では素直だと思うけれど。よく言うぜ。ギルドに入った本当の理由を言わないくせに。本当に気に入ったからよ。それだけか？違うわ。掟に反しない限りは個々の意思は尊重でしょ。安心して。掟は守るわ。必ず私なりに。そっか、分かった。ま、近いうちに本当のところ聞かせてもらうぜ。ドングレストにいたのは偶然か？そうね。それは本当素敵なことに。素敵ね。ご苦労様。見張りか？私の相手。ラピド、お前も見張り番か。ギルド始めちまったな。どうにも変わったメンツだが面白くなりそうだ。うんお前がナンバー2だな。あんまりボスをいじめるなよ。お前も少し休んどけよ。なんだ、見張り任せてろってか？じゃあ休ませてもらうか。サンキューラピード。